はい、じゃあ今日はですね、田中さんお元気ですか。田中さんのオーダーグラブの確認動画になりますね。ちょっとねしばらく揉んで、それから今縛ってですね、形をねつけてるところですけども、様子を見てみましょう。どうかな。確認事項は、前回はね、指の間はなるべく広くしてください。それから小指掛け親指掛けのねループはほどいてください。それからヒールは、はい、クロスの対称型のねこのヒールにしてくださいとね、順巻き逆巻きが混在するタイプですね。あと今やってるのは閉じが親指小指ですからね、こういう感じ。それから腰があるけど柔らかくと、これ皆さんね言われることですね。それからウェブは特に柔らかくと、はい。ちょっとパンパンしてみましょうか。今高級ですけどね、高級でいいぐらいだと思いますね。こんな感じです。作業はですね、軽く、全体にオイルをなじませたのみで、あとはねこういった揉み込み作業で進めております。田中さんね、徐々に柔らかくしまして、いいところで終了ですけど、まあ動画で確認してくださいね。で、特にウェブは柔らかくという、たまにこう揉んだりしてね、まあ、これがっちりしたパーツがついてますからね、ちょっとお時間ねかかるかもしれませんけど、よいしょ。これが一番いいですけどね、時間がかかりますね。ヒンジも柔らかく、はい。で、小指2本入れタイプですからね、こんな感じですよね、はい。はい、じゃあ引き続きね、ぼちぼち進めますね、田中さんね、はい。それでは皆さん、さようなら。